今日のナイス川柳。あの時にディスられたから今がある。お題ディスる。村山健一さん。ドキドキは開ける時まで袋閉じ。お題それなまここちゃん。母になる。娘と語る育児論。お題エモい。ローズ桜子さん。幸せと微笑む妻の笑いじわ。お題エモい。アキソルさん。仏壇へお経をあげてる YouTube。 お題それなのっぽさん。階段がエベレストに見えるヘルニア。お題エベレストすっぽんさん。顔写真アイコンすればいいね減り。お題それな崩れそう管理人さん。プレゼント値札は取り忘れたことに。お題匂わせつみずさん。カラオケはプロ並み仕事はバイト並み。お題ディスる。梅田川太郎さん。さりげなく苦言を混ぜる褒め言葉。お題匂わせ脳さん。子を守る気持ちはカラスも変わらない。お題エモいケンさん。部屋干しで菌が復活ゾンビ臭。お題それなユウさん。痩せたよね言われたいから私も言う。お題それなシルバさん。ドライヤーする前に髪は乾いてる。お題オワコン。ローズ桜子さん。寝ぼけ顔シャキッとしたいから野菜。お題歯ごたえ花うららさん。半額を背中に貼るのやめとくれ。お題ディスる島風ヒューガさん。手のひらを太陽当ててもらうパワー。お題エモい花うららさん。